今日はさよさんとお買い物、すごく楽しみだな。でも少し早く来すぎちゃったかも。待ち合わせの時間までまだ余裕あるし、どこかで、って、あれ？あそこに立ってるのって、さよさん、すみません、お待たせしてしまいましたか？羽沢さん、いえ、今来たところですよ。本当ですか？ならよかったです。今日は誘ってくれてありがとうございます。メール嬉しかったわ。いえ、私の方こそ急に誘ってしまって、その迷惑じゃなかったですか？今日はバンドの練習も休みでしたので大丈夫ですよ。よかった、私それだけがすごく心配で。ふふ、そんなに心配しないでください。そろそろ行きましょう。はい。さよさん、到着しました。ここが私が行っていた雑貨屋さんです。お店のデザインが可愛いって有名なんですよ。なるほど、そうなんですか。どうかしましたか？いえ、恥ずかしい話なのですけど、私こういう可愛いお店に入るという経験があまりなくて、ついつい実用的なものが売っている場所を選んでしまうんです。だから、そのごめんなさい、慣れていなくて。そんな謝らないでください。大丈夫ですよ。ちゃんとさよさんの意見も聞いておけばよかったな。でもまだ挽回できるよね。せっかく二人でお出かけしに来たんだもん。今日は楽しんでもらえるように頑張ろう。そういえば。はい、何ですか？この間羽沢さんに教えてもらったレシピで、早速クッキーを作ってメンバーに差し入れをしてみました。そうなんですか？どうでした？雰囲気を和ませることができて、練習にいい効果をもたらすことができた気がします。それって皆さんに喜んでもらえたってことですね。ええ、美味しいと言ってもらいましたし、喜んでくれていたと思いますね。それは本当に良かったです。ただクッキーを出した時、メンバーに驚かれたのは困りました。確かに私はそういうタイプではないと自覚はしているけれど、まさかあそこまで驚かれるとは思っていなかったわ。それは、でもメンバーの皆さんの気持ちもわかるな。私もお菓子教室にさよさんが来た時はすっごく驚いちゃったし。ごめんなさい、すっかり話し込んでしまいましたね。そろそろ見て回りましょうか。はい、そうですね。さよさん見てください、ここはラッピンググッズの品揃えが豊富なんですよ。ええ、見たことないものがたくさんありますね。羽沢さんがお菓子教室の時に言っていた通り、リボンの種類も豊富だわ。このお店は私のお気に入りなんです。こっちには可愛い包装袋がありますよ。こんなにあると悩んでしまいます。どれにすればいいのかしら。ああ、それならこれとかどうですか？花柄やいちご柄がとても可愛いですよ。羽沢さん、まるでお店の人みたいですね。ああ、その、すいません。いえ、気にしないでください。お店に慣れない私のために気を使ってくれてるんですよね。ありがとうございます。羽沢さんのおかげで、だんだんとここの雰囲気にも慣れてきたわ。本当ですか？よかったです。ところで、この花柄といちご柄の袋はどっちがいいですか？どちらも可愛いと思いますが、別の柄にしてもいいかしら。あまり可愛いラッピングで差し入れをしたら、私のイメージとは違いますし、驚かせてしまいそうですから。なんかこうやって恥ずかしがってるさよさんってちょっと可愛いかも。ところで羽沢さんはどんなものを買うつもりなんですか？あ、私はこの音符柄がいいなって思ったんですけど。落ち着いたデザインで素敵ですね。同じのを買っても構わないですか？もちろんです。あっちには型抜きも売っているんですよ。見に行きましょう。ええ、そうしましょう。